皆様こんばんは。本日は成田伝統芸能祭りにご来場いただきありがとうございます。また盛岡チャンサ踊りをご覧いただきありがとうございます。私はミスチャンサ踊りの村山優と申します。同じく檜山かな子と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ここで盛岡さんさ踊りについてご紹介させていただきます。盛岡さんさ踊りは毎年8月1日から4日までの4日間開催され、勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りの群舞が魅力の岩手県を代表する夏祭りの一つでございます。42回目を迎えた今年は4日間で延べ253団体3万5500人の方々にご参加いただき、盛大に開催されました。盛岡さんさ踊りの起源は盛岡市那須川町にございます。3つの大きな岩がある三石神社の三石伝説に由来していると言われております。その昔、南部藩盛岡城下に羅刹という鬼が現れ、散々悪さをし暴れておりました。困り果てた職人たちは三石神社の神様に鬼の退散を祈願いたしました。願いを聞き入れた神様は鬼を捕らえ、もう二度と悪さをしないよう誓いの証として境内にある3つの大きな岩に鬼の手形をさせました。岩に手形、岩に手、岩手、これが岩手県の名の由来となったとも言われております。鬼の退散を喜んだ里人たちは3つの大きな岩の周りをサンササンサと言いながら踊ったことが盛岡さんさ踊りの始まりだと言われております。次にご覧いただきます演目は盛岡さんさ踊り当日が栄えますようにとの祈りが込められた踊りで、栄える夜の踊りと書いてエアサ踊りと申します。それでは引き続き盛岡さんさ踊りをお楽しみください。盛岡さんさ踊り第3の踊り、エアサ踊りをご披露させていただきます。